仙石線仙台駅東口、歩行者広場前室口仙台駅東口、JR 仙台駅構内仙台駅は、宮城県仙台市青葉区中央にある、東日本両角鉄道、仙台市交通局の駅である。JR 東日本の駅は、青葉区中央一丁目を、所在地としているが、東口及び一部ホームが、宮城の九流を下一丁目にまたがっている。また、 仙台市地下鉄東西線のホームは青葉区中央三丁目となっている。東北地方最大の都市、仙台市の代表駅である。東北新幹線は当駅を通る全営業列車が停車する。仙台都市圏と首都圏との間の高速アクセス手段は、東北新幹線が大宮駅上野駅間を延伸開業した1985年に、 航空路線の仙台空港羽田空港ビューが廃止されてからは新幹線が独占的に担っており、当駅の新幹線利用客は1日平均に4万人以上となっている。在来線は口述するように仙台周辺の宮城県内の各都市や仙台空港、山形市、福島市、南相馬市、 一関市、石巻市などとを結ぶ JR 各線が発着する。市内各所を結ぶ仙台市地下鉄も二路線乗り入れ、東北地方最大のターミナル駅となっている。市内中心部に向かうペデストリアンデッキが、張り巡らされた西口を中心に、商業施設が充実しており、ショッピング、食事、ホテル等の施設も充実し、文化の発信基地としての役割も担う駅として、 東北の駅100線に選定された。なお、1961年に、客下分離されている。仙石線を除く JR 在来線の起動時期は、北は、宮城の橋付近から、南は、北目町ガード付近まで及び、仙石線仙台駅は、仙台トンネル内を、仙台駅、東口駅前広場の地下から、宮城の通り生端地下まで及ぶ。 地下鉄仙台駅は南北線がアタゴ杉通地下を北は中央通から南は仙台駅西口バスターミナルまで東西線が南町通り地下を通っている仙台駅周辺での鉄道施設等の延直方向の分布については仙台トンネル仙台駅周辺を参照新幹線は線路名称上は東北新幹線のみであるが 当駅には、東北新幹線の列車のほか北海道新幹線直通列車や、小町号も停車する。また、山形新幹線の運行区間である、大羽本線内での悪天候や動物との接触事故などで運転できない場合は、山形新幹線の翼号が当駅に乗り入れることがある。在来線は次の各線が乗り入れる。正式な線路名称上は、 以上の三路線であるが、東北本線を介して、以下の路線も乗り入れる。中央に二代目仙台駅舎、左側に宮城電気鉄道の駅舎、手前側の道に仙台市電の線路が見える昭和初期の仙台駅、構内、江戸仙台の所要時間は、江戸時代には、上りが、約半月かかった。1876年の大宇巡航において、 明治天皇が馬車で各地を回ると、1877年に仙台国分町と言わぬ的を結ぶ馬車会社が開業し、さらに馬車会社の万里県が1881年に仙台白石、1883年に仙台福島の運行を開始した。このような都市間乗り合い馬車を乗り続くことで、東京仙台の所要時間は3泊4日に短縮された。 明治時代の中頃に、現在の東北本線の前身にあたる日本鉄道は、東京を起点に、青森へ向けて、鉄道路線を順次建設していった。この中で、仙台に駅が置かれることになったが、その位置をめぐって問題が起きた。日本鉄道は当初、他の多くの都市と同様に、仙台市街地タウンへ駅を設けようとした。 1886年4月に鉄道局長官の井上勝と日本鉄道社長の奈良原茂が宮城県を訪れ仙台における停車場を宮城郡南目村薬師堂北浦に設けることを当時の宮城県県令松平正直に伝えた。これはおおよそ現在の東北本線宮城の貨物支線の仙台貨物ターミナル駅付近に当たる。しかし、 仙台城下町以来の町の衰退を恐れた地元商人がこれに反対し費用負担を申し出て日本鉄道に停車場位置の変更を求めた。これが仙台区のほとんどの組を巻き込んだ運動になった。一方、氏族を中心にした東京在住の仙台出身者は都市の将来発展のためには原案が望ましいと論じていた。 最終的には松平も変更を指示し、地元の費用負担なく東六番町通りの現在位置に決定した。仙台駅は1887年12月15日に開業した。この時、東京府の上野駅から宮城県の塩釜駅まで路線が通じ、上野駅と仙台駅は12時間20分で結ばれた。初代の駅舎は木造平屋建ての 小さな建物で線路の西側に位置し、幅35メートル、奥行き8メートル、面積236平方メートルであった。また、駅前広場には馬車を回すロータリーがあった。仙台駅の開業日には、祝賀列車が運転された。この列車は、井上勝や内務大臣、山形有友、大倉大臣、松方正義らを乗せて、当日の朝に、 上野駅を出発した。仙台駅への到着予定時刻は19時30分だったが、福島県から宮城県南部にかけての天候が大雪だったために、結局この宿賀列車は22時25分に仙台駅へ入った。このため、駅に降り立った山形の機嫌は良くなかったと伝わっている。また、鉄道開通の影響で鉄道と並行する。 都市間乗り合い馬車は、急速に衰退して廃業し、仙台塩釜間に並行していた、馬車軌道の木道車も廃業に追い込まれた。1894年、駅舎は改築され、木造をペンキ塗り、中央部は2階建て両翼は平屋、面積8407平方メートルという、当時としては大きく立派なものとなった。この駅舎は、増築や改築が重ねて行われ、 1945年に仙台空襲で消失するまで使用された。1906年に日本鉄道は国有化され、国有鉄道の東北本線となった。1926年に上野仙台間の所要時間は8時間弱となり、乗降客数は1928年に1日平均9649人を数えた。この頃の仙台駅は、 東北地方で最多の旅客をさばいたが、貨物では、青森駅や塩釜駅などに引き離され、6位に止まった。1909年の汽車貨物では、米529トン、雑穀160トン、麦粉328トン、食塩383トン、酒406トン、鮮魚458トン、鉄類369トン、陶磁器298トン、 ガラス機150トンなどを送り出した。1925年に、後に、千石線となる、宮城電気鉄道が、仙台駅から、西塩釜駅まで開業した。これは、仙台では、初となる電化された鉄道だった。また、1926年11月25日に、仙台市電が、仙台駅前停留場を荒町日赤病院前、停留場において開業した。 仙台駅前停留場は仙台駅前広場に隣接する駅前通りに設けられた。1929年には現在の仙山線の一部にあたる仙台駅から愛子駅までの区間が仙山島線として開業した。日本初の地下ホーム宮城電気鉄道仙台駅の地下ホーム宮城電気鉄道は 駅の東側から地下に入り、東北本線の西端から西口広場の地下にかけてプラットフォームを設置しており、そこから階段を上がると西口に出られるようになっていた。西口には宮城電気鉄道の独自の駅舎が設けられていた。仙台駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成1945年7月10日の仙台空襲で仙台市街は大きな被害を受けた。仙台駅では死者4人が出て駅舎も破壊され他の駅から資材を回すなどしてバラック建ての駅舎が急増された。終戦直後の仙台駅発着の車両は石炭不足で削減されて超過密状態で利用客の8割が 食料買い出しに向かう人々であった。その一方で、新中軍は、車両やホームを専用で止め置いて、効率的運用を妨げ、その商兵の中には駅員に応募を働く者も、あった。戦後の復興計画においては、仙台駅をより東側に移した上で駅前に、公園と商業施設の設置し、さらに駅の東西を地下道で結ぶ構想があったが、駅舎や、 鉄道運行に必要な設備の整備が重視されたために結局それらの構想は実行されなかった。1948年に新駅舎の建設が始まり翌1949年に新駅舎が竣工した。新たに駅前広場へのメインストリートとして青葉通が敷かれ1950年に 駅前の舗装が完成したことで、駅及び駅前広場の復興は一段落した。駅舎は、木造モルタル2階建て、面積2023.9平方メートルであった。この駅舎は、仮駅舎の予定であったが、結局1972年まで使用されることになった。1951年、東北子ども博覧会開催時に、博覧会事務局は、 駅前広場の一部を11ヶ月の期限付きで借りて建物を作った。しかし、博覧会終了後、河北新報社長、菅野知夫を社長とする河北実業株式会社が設立され土地の賃借権を主張して返還を拒み建物を店舗用に賃貸した。これが駅前ショーハウスである。地元有力市の関連企業を相手にした。 明け渡し交渉は難航し、1972年までそのままとなった。1952年には、この年に宮城県、山形県、福島県で共催された第7回国民体育大会に合わせて仙台駅の仙石線ホームが改修された。この時までの仙台駅は線路の西側に駅舎を持ち、その反対の東側には駅舎がなかった。 国体では仙台駅の東側にある宮城野原公園総合運動場が主要会場の一つとされ、ここへの交通の便を図るために、仙石線ホームの東側への移設及び東口の併設が行われたのである。同年6月1日に仙石線の地下ホームへの列車の発着が廃止され、工事のための運休を経て、9月26日から、 仙台東口仮上工場として使用していた設備を仙台駅仙石線ホームとして列車が運転されるようになった。これに伴い宮城電気鉄道時代から用いられていた地下鉄道区間は旅客の連絡通路に転用され、また仙台駅仙石線ホームと近接することになった仙台東口駅は廃止された。1953年になると、 仙台駅の本格的な復興案が発表された。しかし、これと関連していた仙台市のビジネスセンター構想が、頓挫し、仙台市の都市計画がもつれて定まらなかったために、仙台駅の復興計画も進まなかった。あとの1966年に、宮城県や仙台市などが、仙台駅を民衆駅とする計画を国鉄に申し入れたが、 両者の間で折り合いがつかずこの民衆駅案も身を結ばなかった。戦後の復興計画の中では仙台駅の価格分離も計画されていた。これは1946年に決まったもので仙台駅前後の曲線区間を避ける形で長町駅と東仙台駅の間を短絡する宮城の貨物線を敷きそこに貨物駅を設置し 仙台駅を旅客専用にするというものだった。その後、貨物取扱いの増加により1958年に工事が始まり、1961年に宮城野駅が開業した。これに伴い、仙台駅は貨物の取扱いを廃止した。また、仙台駅は車両基地設備を合わせ持つ駅だったが、 仙台駅の既存の設備では増大する車両を裁くのが難しくなり、1963年に仙台駅と東仙台駅の中間に仙台運転所が設置された。この車両基地は1966年に全面的に完成して仙台駅を発着する電車はここに収容されるようになった。逼迫していたのは車両収容設備だけでなく、 旅客を裁くプラットホームもだった。1967に仙台駅のホームが増設され、旅客扱い用の線路が5番線から7番線へ拡張された。1968年には仙台駅の機関車が長町機関区に移された。仙台駅から蒸気機関車が姿を消したのはこの頃だった。新幹線の登場まで仙台駅に停車する。 急行、特急は少しずつ早くなっていった。上野駅仙台駅間の所要時間でその一部を拾うと、戦時中の1945年1月に急行202列車は8時間33分かかっていた。初の特別急行列車である特急、初狩りは1958年の登場時に5時間25分で走った。 1965年には、東北本線の電化により常磐線を経由しない特急電車、ひばりが現れ、4時間35分とした。1968年10月の四三島と呼ばれるダイヤ改正で、ひばりの最速列車は、上野、仙台間の所要時間を3時間53分まで短縮したが、後に停車駅の増加と首都圏における、 列車本数の増大に伴って所要時間は、再び4時間台に戻った。仙台駅周辺の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1970年になって、東北新幹線の建設が具体性を帯びると、新幹線の停車駅として、仙台駅、長町駅、貨物駅である、 宮城野駅の3案が浮上し、新幹線源、仙台駅建設促進規制同盟会、新幹線東部地区設置規制同盟会、新仙台駅誘致線難規制会が結成され、それぞれが誘致運動を行った。これについて、日本国有鉄道は、現行の仙台駅への新幹線乗り入れを希望し、また、地元の代表者などで構成される。 デベロッパー委員会も仙台駅への新幹線停車が望ましいとする意見を表明した。こうして既存の仙台駅に新幹線駅が併設されることになった。東北新幹線の起工式は1971年に行われ、これに伴って仙台駅新駅舎の建設計画が進んだ。宮城県仙台市国鉄仙台陸運局 東北地方建設局仙台商工会議所の6社が基本方針を策定し、宮城県知事山本総一郎がこれを1972年に発表した。これには、仙石線の地下化及び仙台駅西口への延伸、駅周辺のペデストリアンデッキの整備、東口の整備などが盛り込まれていた。この年に西口駅前広場に仮駅舎が設置され、 翌年に仮駅舎の後方の旧駅舎が取り壊された。新幹線工事のために、1973年2月1日、始発駅発の列車から深夜に仙台駅を通過する旅客列車は宮城の貨物線経由となり、1978年10月2日から仙台駅経由に戻った。この間、 長町駅に代わりに停車して、長町仙台間で代行バスの運転が行われ、また他客機や荷物列車については、仙台駅経由が続けられていた。駅前ショーハウスの棚子は、仮駅舎設置時に強制執行で立ち逃された。この間、仙台市電は1976年4月1日に廃止となり、仙台駅前停留所も撤去された。 新駅舎は1977年に竣工し、新幹線関連部分を除いて、まず在来線の駅として、共用を開始した。1978年には、駅閉設の商業施設エスパルが開店し、また、駅の東西を横断する、東西自由通路が開通した。この時の東西自由通路の規模は幅6メートル、延長90メートルだった。さらに、 1981年から1982年に、かけては東口にバスターミナルが整備された。東北新幹線は1982年に、大宮駅と森岡駅の間で暫定開業し、この時に新駅舎は全面的に共用を開始した。駅の利用客は1986年に、 新幹線と在来線を合わせ1日平均17万5000人となった。1987年7月15日、あたごかみすぎ通り下に地下鉄南北線が開業した。1990年代に入ると、JR 東日本仙台駅構内の東側の留置線が整理され、家電量販店やアミューズメント関連施設の用地となった。 2000年3月11日には仙台トンネル完成に伴い仙石線が地下ホームに移設された。2004年仙台空港鉄道の開業に先んじホームの改良工事が実施された。1番線と2番線の間にあった抽線を活用するため2番線の北側部分が埋められて切りかき機、ホームとなった。抽船に接するホームが新2番線となり 旧2番線が3番線に、以降在来線のホーム番号が一つずつ、大きい数字に繰り下げられている。2007年3月18日、仙台空港鉄道が開業し、仙台駅への乗り入れを開始した。2008年に入ると、地下鉄東西線開業に向けた工事が、本格化していった。地震による損傷を、修復工事中の仙台駅天井パネルを外して、 営業再開された新幹線ホーム2011年3月11日東北地方太平洋沖地震が発生した JR 東日本の仙台駅では新幹線ホームの化粧天井が落下し駅周囲の地上の歩道では一部の電話ボックスが膝の高さまで沈下するほど波打ちペデストリアンデッキも一部変形するなど広範囲に 大きな被害が発生して営業休止を余儀なくされ、仙台市地下鉄も設備点検のため運休となった。3月14日、地下鉄南北線が一部区間で運転再開したことにより、地下鉄仙台駅は営業を再開。3月25日、また、エスパル地下1階、エスパルキッチンの一部店舗が先行して営業を再開した。3月28日、 戦績船,船が一部区間で運転を再開したことに伴い利用を大幅に制限した上で JR 東日本は駅施設の営業を再開した。続いて3月31日には東北本線下りの一部区間4月2日には東北本線上りの一部区間4月4日には千山線が一部区間で運転を再開した。 東北新幹線についても運転再開の見通しが立ち、復旧が進んだ。4月7日、東北地方太平洋沖地震の余震により、JR 仙台駅では案内板が崩落、スプリンクラーの誤作動によって浸水するなど、再び被害を受けた。これにより、JR 東日本、仙台市地下鉄ともに運転を取りやめた。翌4月8日、 地下鉄南北線だ一部区間で運転再開。4月12日、東北本線上りの一部区間と常磐線の一部区間で運転再開により、再び営業を再開。4月14日に仙山線の一部区間、4月15日に仙石線の一部区間、4月21日に東北本線下りが運転を再開したことで、 仙台駅を発着する JR 東日本の在来線すべてが運転を再開した。4月25日、震災以降初めて東北新幹線上りが運転を再開した。4月29日には下りが運転を再開したことで東北新幹線全線が復旧した。7月23日には仙台空港アクセス線が一部区間で運転を再開したことで 仙台駅に乗り入れる全路線が復旧した。地下鉄仙台駅南に出入口は e b インズが一部解体工事を行っていたために5月26日から11月18日まで封鎖された。2009年夏、JR 東日本は仙台市地下鉄東西線開業に交応する形で東口一帯の所有地再開発に着手する構想を発表した。 計画の変更等を経て2012年1月、再開発計画を正式発表。再開発予定地に含まれたゼップ仙台及び、ゲートは2012年に閉鎖、解体。2013年3月27日、再開発工事が着工した。これに合わせ、仙台市は西口、東口駅前広場の再整備を行い、バスターミナルの増設や移設。 改変等に取り組んだ。2021年2月5日開業の JR 仙台イーストゲートビルの開業をもって東口一帯の再開発事業が完成となった。東西自由通路の拡幅仙台駅の東西をつなぐ自由通路の幅が6メートルから16メートルに拡幅した。通路は3階層分の吹き抜け構造で2016年3月18日に完成した。 自由通路拡幅の公費の3分の2は仙台市が負担した。その後、2016年5月13日から6月3日に JR 東日本は東西自由通路の愛称の募集を行い、同年7月1日に同通路の愛称が森の日だまりガレリアに決定したことを発表した。商業施設と新改札口の設置東西自由通路の両側、 在来線ホームの上に二棟の商業施設、エスパル仙台東館が建設された。北棟は4階、地下1階建て、南棟は6階、地下1階建てで、自由通路を合わせた延べ床面積は約4万3000平方メートルである。自由通路と同様に2016年3月18日に完成した。北棟2階部には、深海札口、 南東上総会には約250台分の駐車場が新設された。その後、東館の増床部分が2017年6月1日に開業した。ホテル棟ホテルは E ゲート跡地に建設された。14階、地下1階建て、延べ床面積は約14000平方メートル、客室は280室である。ホテルメトロポリタン仙台の別館であるが、 コンベンション施設やウェディング施設を併設する本館とは異なり宿泊特化型である宿泊料金は本館よりも高く設定される見込み低層階は商業施設となりエスパル仙台東館と一体となる2014年春に着工した2016年7月28日に JR 東日本と仙台ターミナルビルはホテルの名称を ホテルメトロポリタン、仙台イーストに決定したことを発表し、2017年6月19日に開業した。なお、低層階の商業施設は、エスパル仙台の東館の増床として2017年6月1日に開業し、仙台駅東西自由通路と東口駅前広場を結ぶ動線も強用された。また、ホテルメトロポリタン、仙台イーストは、 2021年2月17日より、駅中シェアオフィス、ステーションワークの利用が可能となっている。オフィス棟オフィス棟は、ゼップ仙台跡地に建設される。13階、地下1階建て。2019年2月に、仙台駅、東口オフィスとして着手した。2020年7月30日に、JR 東日本は、同ビルの名称を、 JR 仙台イーストゲートビルにすることを発表し、翌2021年2月5日に開業した。商業施設、エスパル仙台東館、世界各国で展開している、コミュニティワークスペース、ホワーク、地元住民や、来外者向けのイベントを実施する、エントランスホール、ダテリウムが併設される。なお、ホワークは先行して2021年2月1日に、開業。 また、エスパル仙台東館には、JR 仙台イーストゲートビル郵便局、ヌーダーゼル仙台イーストゲートビル店、仙台キッチンの3店舗が開業している。このうち、ヌーダーゼル仙台イーストゲートビル店には、駅ナカシェアオフィス、ステーションワークのブース型、ステーションブースが併設され、2021年3月31日の開業が予定されている。なお、ヌーデーズ内に、 ステーションブースが併設されるのは JR 東日本としてはこれが初となる。駅内リニューアル新幹線連絡改札口の増設及び移設、校内店舗、緑の窓口の改修、ベビー休憩室の新設などが行われた。2014年4月には駅舎天井の改修工事が行われた。仙台城の大広間をイメージした格子天井が 茶色を基調とした色合いとなり、東口再開発とのデザインに連続性を持つ。また、2015年8月1日には、お土産所仙台がリニューアルしたほか、駅弁や祭りの出店、同年12月4日には、ずんだ商計がオープンするなど、駅構内店舗の改装、新規開店も行われた。2021年4月29日には、1階で展開している。 デラ仙台が、テクテ仙台としてリニューアルされている。仙台市は、西口地下歩道、地下鉄入り口と、西口バスターミナル、ペデストリアンデッキ、新幹線改札街等を結ぶエレベーターの、新設工事を行った。駅舎は、地上4階建て、地下1階、南北方向に広がっている。駅西口に、駅ビルが併設され、エスパル仙台本館、 ホテルメトロポリタン仙台が南側に、エスポリが北側に、東側に、エスパル仙台東間、ホテルメトロポリタン、仙台イーストが位置する。また、東口再開発に合わせて、オフィス棟、JR 仙台イーストゲートビルも建設される。在来線改札口は、西口側2階の、JR 仙中央口、改札、エスパル地下1階の、地下南口。 東口側地下1階、仙石線地下改札口の JR 仙地下東口改札、エスパル東館側2階の JR 線東口改札の4カ所である。新幹線改札口は駅3階コンコースに新幹線中央口改札、新幹線南口改札の2カ所。同フロアに在来線と新幹線の乗り換え専用の 改札口として、新幹線中央乗り換え改札、新幹線南乗り換え改札の2カ所、合計8カ所の改札口がある。緑の窓口は3階コンコースと、JR 線中央口改札付近に位置する。また、中央口改札北側に、ビュープラザ、仙台仙台駅訪日旅行センターがある。新幹線改札口と中央口、改札、 東口改札には指定席券売機がある。なお、かつて3階新幹線南口改札にあった指定席券売機と駅ネット専用受取発券機は2015年12月6日から使用を開始した南口改札と2階在来線コンコースと接続する乗り換え通路の工事に伴い緑の窓口側に移設された在来線後6番ホームには 2020年3月14日の特急日立復活とともに、主に特急日立号向けの指定席券売機が新設された。2020年1月21日から2月29日には、法日外国人旅行者向けに案内を行うインバウンドステーションが2回コンコースの寄り道仙台ポータル内にて設置された。その後、2020年7月頃に再度設置される。 予定である。仙台市地下鉄への乗り換えは、西口地下歩道を経て、地下鉄東改札を通るルートが最短距離である。西口地下歩道へは、在来線地上ホームのやや北側に位置する階段を降りて、地下南口を経由するか、エスカレーターまたはエレベーターで2階へ上がり、中央口から西口地下歩道へのエスカレーターエレベーターで、地下1階に降りることにより到達できる。 仙台市地下鉄仙台駅とは、地下自由通路、西口地下歩道で接続しているため、地下自由通路を利用すれば、青葉通駅から JR 仙台駅への徒歩連絡も可能であるが、連絡運輸は行っていない。駅舎の屋上は、JR バス東北が管理する仙台駅屋上駐車場となっており、あたご上杉通と柳町通との交差点からで入庫する。 地上との高低差があるため、入庫用と出庫用の二重螺旋の自走ループ線によるスロープ棟が併設されている。直営駅であり、管理駅として、仙石線の青葉通駅、東北本線の東仙台駅から、塩釜駅と、利府支線の新利府駅、利府駅を管理している。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅であり、 運賃計算の中心駅となる。JR 仙台駅の事務官コードは23万1035、仙台市内の事務官コードは23万9901である。乗り場発車メロディ案内放送 JR 仙台駅の西側に、並行するように南北線仙台駅が建設され、JR 青葉通駅の開業によって、現在では、両駅の中間に存在する形となっている。 また、仙台駅東大地下自由通路を介して JR、青葉通駅及び仙台駅と直結する。さらに、旧桜屋百貨店仙台店、仙台ローフと仙台 TR ビル、エスパル仙台店とは地下階で、イビーンズとは地上階で、それぞれ接続する。改札口は北側、南側、西側、東側の地下1階部分に、それぞれ1カ所ずつ。 南北線ホーム街北側、青葉通り駅との、線積線、乗り換え改札口の、計5カ所ある。南北線と線積線等を乗り換える場合は、青葉、通駅にある連絡改札を利用した方が近い。なお、青葉通駅との乗り換え改札口は JR、地下鉄各社局の自動改札機が、それぞれ単独で向かい合わせに配置され。 両社局の改札の間に各社局の自動券売機が設置されている。また、各社局ごとに自動生産機も設置されている。千石線の青葉通駅延伸に開設されたこの改札口は、地上への出口がなく乗り換え専用改札口として運用していたが、2012年の駅改良工事で、北改札口へ通じるエレベーターが設置され、 改札外へ出ることができるようになった。南北線駅には、広瀬通駅、富沢駅間を管轄する地下鉄仙台間区域が、東西線駅には、東西線の全区間を管轄する地下鉄東西線間区域が併設されている。乗り場南北線あたご上杉通道路下に位置する。コンコースが地下1階、東西線乗り換え階が地下2階、ホームは 地下3階となっている。エレベーターの到着アナウンスは地下1階と地下3階は女性、地下2階は男性である。2007年12月より世界初の線路脇に設置された電子ペーパーによるデジタルサイネージとしてインターネットを活用した広告がホーム3カ所で運用されていた。東西線南町通り道路か。 南北線の一層下に十字に交差する形で一致する。コンコースが地下1階、南北線乗り換え階が地下2階、ホームは地下4階となっている。エレベーターの到着アナウンスは地下1階は男性、地下2階と地下4階は女性である。混雑対策と将来の車両増結への準備のため、ホーム有効長が長めに作られており、投稿。 西行の電車は、それぞれの進行方向前よりに、約1両分ずれた位置に停車する。出口案内出入口は、北1から9、中央1.2、南1から 3A3 ビットから6、西1、東1の全20箇所。仙台駅を東西に移動するため、または JR と地下鉄の接続のための移動手段として、7つの自由通路が設置されている。 北から順に記載する。仙台駅の昭和の最後の移行である、中家町地下通路の東出入り口仙台駅の昭和の最後の移行である、中家町地下通路の西出入り口中家町地下道とも呼ばれる。1935年に完成した仙台駅北西部と同駅北東部とを結ぶ地下通路。北部中家町自由通路の完成以前は、当地下通路が、 仙台駅北部の東西移動の役割を果たしていたが、薄暗く、階段しか設置されていないことから、現在では、北部中家町自由通路を保管する通路となっている。なお、自転車による、東西移動に関しては現在でも中家町地下通路が、主流である。JR 仙台駅、地下南口改札と地下鉄仙台駅とを結ぶ、地下自由通路。エスパル仙台本館。 仙台ロフト、地下鉄仙台駅定期券発売所に面している。地下鉄東一出口と接続しているほか、地上出口は中央一出口となっている。仙台駅東口から東七番町通りを越えるために作られた地下歩道。淀橋仙台第二ビルとも接続する。 仙台駅西口のバスターミナルと地下鉄駅及びバスターミナルの交通島間を連絡する。南端はエスパル仙台本館に接続する。地上の出口には南 3A3 ビットから6の番号が付されている。新幹線の上りホームの駅弁売店仙台駅は駅弁の種類が多い駅である。仙台首都圏、東北各都市間のビジネス客による需要や 東北新幹線車内の需要、観光客による需要が多いこと、仙台は3階の食材が豊富に揃うといった点から駅弁の種類が増加していった。白陽県と小林の2つの業者が1つの駅で競い合っていたことに加え、現在は先の2社の他に日本レストランエンタープライズが加わっている。牛タン弁当が売り上げ一番であるが、 他にも駅弁が数多く作られている。この他に NRE が JR 東日本管内の有名駅弁を集めて販売している売店、駅弁や胸囲いもんや駅弁や祭りが中央改札外にあり、全国の主な駅弁も当駅で購入できる。駅弁以外にも歩きながら食べられる安価なグルメとしてずんだシェイクが認知されている。 中央通の笹かまぼこ屋の、氷炭揚げ、一番町のお茶屋の、抹茶ソフトクリームと並び、仙台の三大食べ歩きグルメとなっている。駅3階の新幹線中央改札口の脇に、牛タン通り、寿司通りと称して、仙台牛タン焼きの店と寿司屋がの木を連ねているほか、ずんだ象形に弾んだを使ったスイーツを扱う店舗が、並ぶ。 2019年11月28日に JR 東日本は牛タン通り、寿司通りをリニューアル工事に着手することを発表した。これに伴い2020年1月14日以降はこれらの通りは一時休業となった後同年5月12日にリニューアルされた。その後同年6月26日には牛タン通り、寿司通りの新たなシンボルとして 伊達政宗の騎馬像が設置された。なお、設置された伊達政宗の像は三代目であり、一代目は柴田町、二代目は大崎市に移転されている。1908から1910年度、1935年度、1998年度以降の推移は以下の通りである。JR 東日本仙台駅仙台市地下鉄。 仙台駅仙台駅周辺地区は国土交通省の都市景観100選に選ばれている。西口と東口のペデストリアンデッキの階段及び地下鉄の出入口付近にはロードヒーティングが設置されている。当駅の表玄関であり西口側は伊達政宗が仙台城下町を開府して以来の仙台の中心地である。大規模なペデストリアンデッキが アーケード商店街や一番町など、市内中心部方面に伸びている。駅前には、仙台パルコ、エスパル仙台店、アエルなど、商業施設が充実している。メインストリートである、青葉通2は、大手銀行や証券会社が連なり、金融街を形成している。1887年12月15日に、東北本線の仙台駅開業の際、駅舎が、 現在の西口に設置されて成立した。西口には、その後、1925年6月5日に、宮城電気鉄道、仙台駅、1926年11月25日に、仙台市電、仙台駅前駅、1987年7月15日に、仙台市地下鉄、仙台駅、2000年3月11日に仙石線の、 JR 青葉通駅が設置され、仙台の玄関口として機能している。二階コンコースと直結するペデストリアンデッキは、新幹線開業前の1977年12月に完成したもので、その面積、総延長距離は日本一である。ペデストリアンデッキは、あえる、かつて桜や百貨店が入居していた、豊かビル、ロフト、ロビー、イビーンズ、 仙台マークワン仙台パール CO2 といった駅前に立地する大型店をはじめとするビルの2階部に接続している。駅西口と中央改札口との間にあるステンドグラス前は仙台市と新部の待ち合わせ場所として利用されている。以前はステンドグラス横に伊達政宗像があり、伊達前と呼ばれていたが2008年10月から12月の 仙台、宮城デスティネーションキャンペーンに向けた、駅改修のため、同年3月1日をもって、大崎市に譲渡され、同月16日より、同市にある、陸東線郵便神駅に移設された。また、同年2月1日より、4代目の駅舎に、設置されていたものを復刻したアナログ式の大時計が2階、中央改札口前のコンコース壁面に、設置されている。 ステンドグラス前広場は、祭事場として、各種の物販イベントや、ギャラリーなどに用いられる。また、ステージを設置して、無料のミニコンサートもしばしば開催される。停前デラストリートジャズフェスティバルイン、仙台や仙台ゴスペルフェスティバルでは、ペデストリアンデッキ上で演奏が行われる。仙台駅、西口駅前広場には、北から、 一般車降車場及びそれに囲まれた仙台駅自家用車駐車場、ロータリー降車場、タクシープール、仙台駅、西口バスターミナルが並んでいる。2008年のデスティネーションキャンペーンに合わせ、一般車から降車する場合は、一般車降車場、またはロータリー降車場を使用し、一般車に乗車する場合は、仙台駅自家用車駐車場を使用するよう、変更された。 仙台市は蒸気を含めて、観光、送迎バス乗降場の東口への移転、東西自由通路の拡張とともに、西口バスターミナルを広げる駅前再整備を実施してきた。2019年度に完了させる予定である。2020年1月30日に、西口バスターミナルの拡張工事に伴って、北側に新設された、交通塔の利用が開始された。 2019年10月には仙台市による都心再構築プロジェクトが開始され2020年1月16日に仙台市が同プロジェクトの一環として仙台駅西口の青葉2の一部区間を通行止めにした上で屋外広場を整備する方向で検討している旨を河北新報が報道したまた同じく都心再構築プロジェクトに関連して パンパシフィック、インターナショナルホールディングスによる桜屋百貨店、仙台店跡地の再開発、NTT 東日本グループによる NTT ビルの整備、といった再開発も予定されている。西口北側は、繁華街である一番町に通じる、ショッピングストリート中央通が、東西に伸び、多くの買い物客で賑わう。西口南側の南町通りと、 柳町2の間には仙台朝市があり、生鮮食料品をはじめとする店舗が立ち並ぶ。大時計2階中央改札口前のコンコースに設置されている直径2メートルの大時計である。仙台駅のマスコットキャラクター、時宗くんのモチーフともなっている。現在のものは初代の大きさとデザインを模した2代目で2008年に設置されている。 初代は四代目駅舎に1949年に設置されたもので、東北新幹線の乗り入れに対応する駅舎の建て替えで1972年に撤去、翌年宮城県中央児童館に移設された。児童館は、その後老朽化のため2013年に解体されている。初代大時計は、建物の解体前に取り外されたとされるが、その後については、 はっきりわかっていない。郵便局東口側には、仙台城下町の開封前に、仙台平野の中心地があったが、現在の町並みとの関連は薄い。1882年2月25日、県内初の軌道である、宮城木道が東6番定13番地に、東6番町停車場を設置し貨物輸送を始めるが、1887年12月15日に、 東北本線の仙台駅が東六番町に設置されて廃線となった。その後、1929年6月1日に宮城電気鉄道東七番町駅が設置され、仙台東口駅、仙石線仙台駅と解消しながらも東口の同線を集めていた。1978年3月18日に仙台駅構内に、 東西自由通路が開通して、西口とつながり、仙台駅東第一都地区各整理事業により、宮城の通りが開通し、2000年3月11日に、仙石線仙台駅が地下化され、オムニバスタウン事業により、東口の整備が進むと、東口の導線は、現在の宮城の通り口に集まるようになった。このような変化により、中小規模の店舗が多かった。 東口周辺にヨドバシカメラ仙台店などの大型店が進出した。2003年に撤退したキューラオックス後には、ビビー、仙台駅東口がオープンした。他方で駅前広場の再開発も進められ、2004年7月に東口ペデストリアンデッキが新たに共用を開始し、同時に高速バス乗り場も整備された。現在、JR バス東北、東北アクセス。 宮城交通、日本中央バスなどが高速バス乗り場を使用している。仙石線地上線、跡地一帯では、仙台駅東第二都地区各整理事業が進められ、マンション開発を中心に高度利用が進む。さらに、地下鉄東西線開業に伴い新たに、宮城の通り駅が開業した。JR 東日本が、東口再開発事業を進め、商業施設。 ホテルオフィスの4棟の駅ビル及び在来線、改札口を新設。ヨドバシカメラも、連鎖再開発事業を実施するなど、長らく、駅裏と呼ばれてきた地区が変わりつつある。2017年11月10日には、コミュニティフードスペース、駅辻が開業した。2019年8月2日には、仙台市が、老朽化したビルの建て替えなどを誘導する。 都市再生緊急整備地域の拡大を目指していることを踏まえ、東口の活性化に向けて、地元企業や住民らで作る仙台駅東町づくり協議会が発足した。その後、学識経験者や経済団体の幹部、金融機関、国、宮城県で構成される都市再生緊急整備地域の拡大に向けた。 準備協議会が発足し、2020年4月14日には、仙台市が同区域の拡大を内閣府に申請した、ことを発表した。なお、申請前に、仙台駅東町づくり協議会が2020年3月27日に、仙台駅東口のフロントゾーンにおける、高機能オフィスの立地の促進、仙台駅、東口ペデストリアンデッキの東7番、 定通までの延長などをを描いいた計画書を仙台市に提出している東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地、楽天生命パーク宮城への最寄り駅は、仙石線の宮城野原駅であるが、仙台駅、東口ペデストリアンデッキから、急上正面入り口までは、宮城野通りを一直線に、約1 6トル徒歩20分ほどで行くことができる。 また試合開催時に限り、東口バスプール宮城球場間のシャトルバスが運行されるほか、JR バス東北の高速バスの一部が延長運転し、宮城球場前まで乗り入れる。2020年4月24日に、JR 東日本は、北部高架下や東口に分散していた、荷さばき施設や倉庫、グループ会社事務所等を東口に移転。 集約し、物流センターを建て替えることを発表した。同年夏頃に、既存の、校内営業事務所の撤去工事、同年秋頃の本体工事の着手を経て、2021年、秋頃の使用開始が予定されている。新幹線各列車と、在来線臨時快速列車及び、特急列車は、列車記事を参照。注釈出展報道発表資料新聞記事。 JR 東日本仙台市地下鉄、ありがとうございます。